ラストワン、ラストワン、ラストワン。まだアップ。まだまだいける、まだいける、まだいける、まだいけるよ。はい。すいません。チンコ当たってたよ。本日の研究テーマは勃起力を上げるトレーニング、チントレだ。よっしゃ。美馬さん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。やっぱりね、僕も53歳になりますと。うん、もう朝立ちを忘れましたよ。もう朝立ちって何ですか、しむけるさん。三又さん。はい。ダメです。え？言葉が未来を作るんです。言葉。だから朝立ち何ですかしなくなりました。そしたらそういう未来がやってくるんです。なるほど。嘘でも僕は朝ギンギンになりますと言い切ってください。俺ね、はい、53ですけど、はい、朝からビンビンですわ。よっしゃ。でもやっぱり言葉に力がない。じゃあその嘘だから言葉に力を持たせるためのトレーニングしましょう。お願いします、はい、今日は、うん、プライベートジム、うん、ひばさんの提供でやらせていただきます。ありがとうございます。お願いします。と言いつつも、皆さん、がたいですけど、はい、運動歴というのは。小学校の時、柔道、中学校まで剣道で、一応全国大会行って、すごい。で、高校レスリングちょっとやって、県大会に、すごい。みたいな感じです。ですよね。で、ボディビルも。はい、あ、そうそうそう。あの時、一番やってた時ね。あの時、92キロ、69キロまで絞って大会出たんですよ。はい。おかげさまで今また92に戻りました。完全にぴったり戻ったんですね。ゲスト大会に戻りました。運動をずっとやってきたので、基礎ができていました。はい、なので、うん、下半身に大事なのは、うん、スクワットですね。スクワットか。で、もう一個は、なかなか鍛えづらい、この内転筋という、ここの筋肉を鍛えてる、ね。ある種、行く瞬間一番気持ちいいところですね。ここですね。ピッ、スクーンとね。スクーン、はい、スクーンと来ますよね。スクーンと来ると、あの筋肉を鍛えるともう快楽も上がりますし、はい、ペニスに送り込んだ血も戻りにくくなるっていう、キュッと締めるっていう。うわー、すごい。やりましょう。オウ！足は大体まあ、肩幅よりちょっと広いぐらいですかね。うん、かかと重心。うん、つま先は逆ハの字で向いて、上を向いたまま、まあ、うんこ座りをした方がいいですね。うーん、どうでしょうか。すっげー綺麗。うわー、綺麗だな。なんかいい掛け声ないですかね。一股、うん、二股、三股、四股。なんか強そうじゃないですか、こんだけ股があったら、うん、うん、そうですね、うん、そうですね。ダメですか。で、OK です。OK、そう、わかりました。ああ、もうやっぱりもうトレーニーですね。いや、位置が完璧。いや、本当ですか。そうなんですけど、はい、ここのね、乗っけ方がもう忘れましたね。体が覚えてくれてる。あ、もうベストです。下半身見てください、ほら、でかい、でかい、カフ。はあ、ほいで、で、うんこ深く。そうですね、上を向いて、そうです。はい、しまった、しまった二股、もう完璧。お尻でキャッチして、ほら、お尻でキャッチしてますね、重さを。これ何股まで？15股いきましょう。15股、はい、うわ、4股、はい、5股、はい、6股。だんだん、なんかお尻の割れ目が出てきてます。いや、もう、8股、YouTube、はい、わ、9、はい、頑張る。10股、11股、12、あ、ゆっくりゆっくりゆっくり、はいはいはい、13股、はい、14股、はい、ラスト15股。きついな。やっぱり動き、今日はありがとうございました。はい、アップです。何ですか。アップです。今日やるとどうなるんでしたっけ。今日やると、はい、朝立ちします。よし、よみがえる朝立ち。ちょっと重りつけてみます。素人って僕もそうなんですけど、はい、上半身ばっかりやろうとするけど、はい、実はプロのボディービルダーの下半身なんですよ、ね、きたー、はい、すげーなー。伝説のキング小沼さんのサインは、うわー、小沼さんのだ。はい、全日本13連覇14また15また早いし、フォームがブレない、綺麗。使います。え、いいですか。小沼さんの魂の詰まった。サイズが
あれサイズがちょっと無理でした。本当あのトレーニングでぶっ壊れちゃって立たなくなるっていうのだけは勘弁してください。何のために来たか分からない。行っちゃってる本当に。よっしゃ、何回やるんですか。15股です。え、死ぬまでだろ。おら、おら、おら、やれよ、おら。あ、殺せ。うわ、くそ。はい、はい、1股。はい、2股。3股。ナイス、ナイス。4股。はい、9股。はい、10股。ラスト5回。はい、いけ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 。はい、2、メイクもハード。はい、プッシュ。ラストワン、ラストワン、ラストワン。ほら、すげえ、きつー。フォーム崩れてなかったです。ほんとですか。ていうか、あの、しげさん、チンコ当たってたよ、俺。僕も、興奮してました。入れられるんじゃないかなって思ってます。いや、これはもうバッチリじゃないですか。まずこれはクリア。クリアです。今かなり血流は良くなってます。でもここの内転筋がないとドーンっていった血がすぐ戻ってしまう。そこをキュッと締めるための筋肉内転筋を鍛えたいと思います。はい、ではちょっと見本で、これがスタートポジションです。はい、寝っ転がってください。ここの筋、うんうんうん、足を閉じてきて、本気を閉じて、で耐えて、俺は開くから耐える。ガッガッツこれ。はい、はい、2、3、4、4、5、6、あ、来いよ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 、ラスト10、せーの、1、2、これ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 、もう、これ以上のリアクション僕できません。めちゃめちゃきついです。よーしゃーしゃーしゃー、全然転がってください。いきなりやっちゃうと、こう痛めちゃうとあれなので、はい、最初の5回は鳴らし運転みたいな感じで緩くやりますので、はい、うわー、いやー、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ゆうさんすごい凝ってるね。よし、いくぞ。よし、いくよ、耐える。うわー、よし、よし、まだあっ、ちょっと待って、あと17回。ちょっと待ってください。でも勃起したいですよね。したいです。大体男の肉据えというのはチンコが示してますよ。なるほど。チンコが下向いてるときは人生下降気味なんです。あ、やだ。勃起して上向いてるときはもう上昇気流乗ってるんですよ。じゃあ行くぞ、ほら。やりたよー。よし、せーの、じゃあ、じゃあ、じゃあ、うわー、そう、よー、いやー、何でもやるんだな。本当ですか、美馬さん。じゃあ次20回も来るよ。女の子が初めて処女喪失した時はこういう感じになる。うわー、いや、いいじゃない。ちなみにこれは、はい、女性も、はい、女性もこれやるんですか、このトレーニングみたいな。はい、これはやっぱりそのいわゆる僕はこっち、女性は締まり、はい、そうです。だから、産後の尿漏れとかの時にも効くんですかね。最近ね、尿漏れもちょっと始まってるんですよね。直したいですよね。いや、もういいかな。
ラストやりましょう。しラスト、はい、朝立ちに特化するのであれば、はい、ドンキーカーフですかね、はい、こういう体勢、はい、になって、まあ、ふくらはぎを鍛えます。あうわうわうわ見てこれをやるんですけども、はい、美馬さん、はい、僕乗ります。美馬さんの上に乗りますから。いやいや無理でしょう無理でしょう乗りますよ。バッチャーよっしゃつま先立ち、はい、アキレス腱を伸ばす、つま先、そう、はい、2、3股、4股、5股、6股、あと何回やるの？あと10股、うん、死ぬまででしょ。はい、おくよさ、はい、ほら、まだいける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 よ、はい、はい、バレーシ、ナイス。すごいなこれこれ完全シミキャさんに俺ただ侵されてるだけじゃんこれ。どうですか、はい、下半身からグってみなぎってみたのか。ね、なんかこの辺はすごく効いてるのが分かりますね。いやでも、はい、正直明日の朝楽しみです。教えてください。はい、もうすぐ LINE します。これはマジで、これを機にまた4年前ゴールドジムで出会ったようなちょっと体に絞りたいなと。おぉ、ですか、はい、お腹の周りの脂肪は勃起を阻害するホルモンが出るんで、はい、ないに越した方がいいですね、はい、そうなんだ。逆に女性はお腹の脂肪から、うん、この性欲ホルモンを出すって言われてるのは逆なんですよね。でももうコンテスト出てる方ですから。そうですね、あの経験をもう一回今多分また編集でここにその当時の写真出てます出てます19kg 昔取った決め遣いならないように頑張りましょうわあ、よろしくお願いします。はい、これが勃起トレーニングだ。このチャンネルいいなと思ったら登録・高評価ボタンよろしくお願いします。また僕男女の中研究所というオンラインサロンをやってるので、もしよかったら概要欄見てください。そして僕三又さんのチャンネルにもお邪魔しております。そちらもご覧ください、はい、ではまたね、バイバイ。